ちょっと近すぎ、あんた近すぎ。上空に反応です。キャッチした。無理だー、テンペスト当たる。当たった。よかった。隊長と共に戦います。動くな。ナイス。今のやつが最後か。あ？あれ？なんで救護車両があんなとこに飛んだんだ？え？誰の逮捕だ今のは？残りがだろう、多分。見分けか。うん。うわあ来たよ。もうまだ立てってはないんだろ。立てってはないけど。とりあえず一番左のこいつだけ倒しとった。回復だ、回復回復。ジャンプして中に入らない、入れんって。つらっ。何のためにドアついてる。あ、操縦席。あっ、帰った。あっ、こらここまで。あっ、えっ、お前何しよう。何？どこにあるの？救護車よ。いや、ここにあるんだって。ボス。ん？俺の画面からないんだけど。え？俺入れるで、ほら。え？なんなん？どこにいるんだ、お前は今。いや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 。ちょっと待って、ボスだって。ん？なんか、今乗っとんよな、それ。うん。いや、ん？なんか、ボス乗っとったらさ、なんか、敵のディルイの、俺、中心地におるんじゃけど。なんだそれ。いで、どういうことだ、どういうことだ。降りたらそこに出るんよ、お前。え、俺そのったらな、あっちに出てくるんよ。俺ここやで。え、お前、いや、お前がいかんって、お前がそっち、え、お前がそっちをやってる。ほら。見やってよ。はい。乗ったらあっちよ。いや。ネオルジロイの中心強い。嘘つけ。まさか俺はディロイだったのか。スクショ撮るわ。乗ってもう一回。乗って。はい。乗って。いや、ま、乗るで。うん、降り取るよな。乗ったら。うん、もうこれで、スクショ撮って。送ってやろう。いや、マジでさ。どういうことだ。これ、なお、これ撃ったら治るかな、ほんなら。撃ったら治るか。はい。日本版に。これは何なんだ、ちょっと、どれとってこれも。え、どこにあるんだ、あ、でも揺れるで、揺れるで。嘘。これさ、揺れるじゃん。あ、そう、押しよる。そこじゃない、そこじゃない。ここ、これがちょうど真ん中ぐらい。かやっとるとこの真ん中ぐらい。ほい。違う。あ？あ、動いた。見えねえんだよ。動いてる。動いてるのかよ、これ。動ける。画面から普通に移動するだけなんだよ。じっとして。じっとして。そんなバカな。でも、運転できる気んな、俺。運転はできんわ。高さが足りんわ。ほんまにあるし。これを利用してさ、俺、不死身とか、まあ、無理か、でも。無理か。いやワンチャン向こうにおるって錯覚して、攻撃するかもしれんで。タゲ行って。もう一回乗ってみて。え？あ、ちょっと待って、逆にさ、君乗れるんちゃう？こっち来て。こっち来て。こっち、迂回。ここ来て。ここ？で、ここに立って。お前乗るとこに？うん。俺乗ったとこに。で、そこでジャンプして。ジャンプして丸をしてみて。いや、何もならんな。やっぱ乗れんのか。俺普通乗れるんだ。そもそも。ずったまた。よし。行くか。もうこいつはどうにもならん。新しいやつ出せ。出せねえんだよ。ポイントが微妙に足りねえ。さっきあいつやるか。その前に俺乗っとってみるか。どうなるんだ。知らんぞ。お前、知らんぞ。死ぬかもしれんな。でも俺のレーダーではここにおるきんの。
俺のレーダーで、あんた、でっかいディロイのすぐそばに置いてる。俺はディロイだった説。よし。じゃあ、ジャミロクの左手前のやつ。おい、おい、おい。おいや。こちら D20 に、おいや、ターゲットを確認した。いいぞ。え？こちら攻撃機。攻撃態勢に入った。よっしゃあ、ねえ。あれ、まずはあっちでまたよしよし、2代目のクイゴジェロが呼べるようになったぞ。2代目もあっち行ったりしたよな。いや、それはさすがにないと思う。よし、あれ本来でもああやって帰ったら壊れないかもな。バグっても変わったバグだな。どうしようか。あれ2体同時やる？なんなら。そうだな。左からやるか。どの射角だったか、ちょうどあの辺だな。よしよし。2台目ちゃんと見えるぞ。テンペスト発射。EDF は人類の希望だ。俺の画面からひょっとしたら1台目の救護車両はあっちになるかもしれんな。実際まだあっち見てないけど。そうだろうか。うるさいな、もうでかい声で喋んなよ。歌うなよ。結構ヘッドセットうるさいんだこれ。俺歌声聞こえんぞ。歌よったらいいのこいつ。マジか。あ、起き上がってきた。いや、大きいやつは動かんのか。まだ、ちょっと近いな。待って、こっちか、もうちょいこっちか。待って、俺が、あの救護車両に乗れば。いえいえ。この距離ならいける。待たせたな。あ、2台目起きた。こんなことしている場合ではない。やれリロード入った。ギャー、こちら D20 に射撃を完了した。地上部隊のキャプテン、ちゃんと回復しよう。そう、回復するだろう、こっちの乗ってみる。ふいっ、どうだ。あれ、ん、あれ、あー、気のせいか。え、ちょっとボス、もう一回1台目乗ってみて。1台目。ああ、あっちか。いや、なんか一瞬そこにおるような、なんか表示だったような気がしたんだが。いや、これは、皿の焼きにな。いや、俺にはそこに1台しかない、ないんだけど。謎すぎる。オッケー。だよ。次どうしようかな。ここ、テンペストは溜まっとる。大きいやつ。やる？この状況だと。なんだやろ、これ。あ？これ、ボス？ん？どうした？なんだ？今、ジャンプしてさ、ディロイ何機あるんか確認したらさ、奥の方に、救護車両のあの、乗れるあの光が見えるんだけど。嘘つけ！スクショ撮るよ、じゃあ。待って。なんだと？ちょっと武器回収せないかんな、それ。こんなバカなことがありえるのか。よいしょ、取れたかな、これ。よいしょ。多分取れたと思う。俺とお前では救護車両の位置が違うって。俺の画面からは。やべえよ。確かに存在はしたんじゃな。存在はしているけど、存在証明が曖昧である。よし、今度はヘマはしない。ああ、ヘマしたの俺だけどな。あ、そう、さっきはそれで死んだんかいな、うん、だったら、うん、普通にでっかいのをテンペストで打ち込んで倒したら OK ですね。そうだな。とりあえず手前のやつだけ取って片付けるか。
じゃあ俺がそっちで救護車両乗って、お前が向こうで救護車両乗ったらどうなるんだ。怖くなってきたぞ。俺は存在してるのか。逆に俺が存在してないのかもしれん。オッケー。狙いづらいな。もうないか。また回復か。明日。あっちにあるし。どういうことなんだろうね。あ、帰った。あ、やばい、帰った。おい、また次元の狭間に行くぞ。うわあ。あ、今度は俺見えるわ。ほい。押してやろうか。多分フットンだっけ。もう俺は入れんようになったわ。おお、行った。おお。ちょっと。よし、とりあえずここに置いとっての、うん、まだある。俺の方もまだあるな。うん、オッケー。あ、ちょっとあれだな、トーチか一遍回復させとくか、万全を期して。うん。俺には何もないんだよな、そこ。ただの腹っぱみたいになってる。巻き地だよ。いやー、俺は確かにあるか。お前の画面からはそこに飛んだんだけど、俺の画面からはあっちに飛んでった。そういうことか。OK。じゃあ、とりあえず。え ?NPC 全員死んだんか。死んだね。さっきので死んだんか。もしかしたら、吹っ飛んでたんか。よし。何だぞ、これ。また雑いのが出たぞ。ここでしか守れんねえ。そう言うなよ。そんなこと言うなよ。まあ、ここ斜めに置いてるけど。仕方がないわ、もう。そっから狙撃せってことよ。よし。よし、準備はまだいつだ。大丈夫だ。行くぜ。多分、ミカのやつは起きるな。うん。それで多分、でかいやつは死ぬでしょう。テンペスト発射。よし。終わりだ。来たー。でっかいミサイルが来たよ。テンペストもそういや、これ一個見てないの。あるんかな？着弾ドカーン。バカだ。そんなバカ持ちこたえただと。だが反射のはず。イエーイ。ちっちゃいやつを攻撃する。バーリアー、バーリアだべ。前が見えない。やばい、やんないですね。さあ、死ぬかと思った。やべやべ。こちら D20 に攻撃は命中したが。うん。あと一機だな。ミサイル付きのやつは一機だ。オッケー、アイテム回収しようか。けどな。ちょっとあっち行って俺救護車両みたいだけど。じゃあ俺。って俺こっちの救護車両乗っとくわ。その時、うん、その時お前は、俺は一体どっちに出るんだろうか、どこへ出るのだろうか。俺が多分乗ったら、つまり1台目乗ったら、その原っぱに召喚されるんでね。で、移動した、もし運転席に乗ったとしたらどうなってしまうのか。おかしなことになってるよ、ほんま。こんな珍しい。でもこれで回復か。うるさいな、曲。俺の今の画面からしたらな、ボスっていう表示がな、右行ったり左行ったりしてる。瞬間移動ってやつかな。
かいかい。いや、海洋神様だったらそれぐらいの距離別にせんでも飛んでいったらええ。かいかい。海洋神様別にそこまで弱くねえしな。まあ普通に強い気にな。ザコキャラ扱いされてるけど。うん、この距離ならまだ気づかれんかな。この上も取れる、うん、俺は援護はできそうにない。あ、救護者の正規の瞬間を見なければいかんからな。あ、ちょっと待って、ボス、この距離だったら俺救護車両乗れるぞ。ちょっと行ってくる。何？僕ないな。俺まだ乗ってないけど。せ、そっちも帰ったん？おや、起きろ起きろ起きろ。あれ、ほい、あれ乗ったぞ。ちょっと動いてみてや。いや、乗った言うても、あの、え？ボス！なに？なんだ？ボス降りた直後な、ここに一瞬おったぞ、お前、ここに。こっち、操縦席は乗れんのよな。逆に行ってる気に乗れへんねんな。なんかあったら踏み台が。かいかい。あ、ダメだ、大きいねえな。でも乗ってみよう。ちょっと乗ってみようかな。んどうしよう。全く動かんぞ。ちょっと俺乗ってみるわ。うん。おぉ、ドン、どうなったん、あれ、お、移動した。さっきの瞬間移動した。お前、あっちょったよな。あれ何だったんだ一体今のは。ボス、どうした、すべては元に戻るんだよ。そういうことか。いや、俺の方が正しかったよな、こう位置的に。これのすべては偏差事象。